ちなみに隊長、はい、こちら、はい、佐藤舞さん、佐藤舞さん、佐藤舞さん、はい、陶芸のお姉さんですね、はい、YouTube のチャンネルでいうと、その方が出されたあっという間に人は死ぬから時間を食べ尽くすモンスターの正体と倒し方、はい、これ読まれました？読みました。僕からいいですか？はい、はい、あ、隊長も、はい、はい、読みました、はい、僕ちょっとあの体験発表みたいな感じになっちゃうんですけど、はいはい、ごめんなさいね、はい、僕あのこのルーム8っていうコワーキングスペース、はい、JR 中央線、はい、東京じゃないんですけどね、はいはい、まあ、東京までつながってますけど、ね、繋がってますけど、はい、中央線の、まあ、勝川駅っていう、はい、ところにあるんですけど、昔、はい、人生に悩む、はい、まあ、厄年前なのか、まあ、30後半ぐらいに、はいはい、悩みに悩んでた時があったんですけど、こんな体験なのにごめんなさいね、はい、でその時に見てもらった人がいて、はい、あの守護霊と話しますみたいな、はいはい、何かと話しますみたいな人と話した時に、はい、その悩んでますみたいな時に、はい、あなたは今いる人じゃないよって言われたんですよ。今あなたがうまくいくと思うって言われて、はい、うまくいくと思いますって、はいはい、自分で宣言して、はい、そう思ってるんでしょって、はい、だとすると今の場所じゃないよって言われたんです、はいはい、新しいものと出会うのは、はい、って言われて、あ、じゃあ何か探さなきゃと思ってランチェスターの本を読み、はい、地域の一番を狙えと、はい、でこの辺で地域といえば、はい、まあ、春日井市っていう場所なんですけど、はい、勝川駅やと、はい、で勝川駅から何か始めようと思って、はい、勝川駅、はい、スペースって言ったら、はい、ここを見つけたんですよ、はいはいはい、っていうのがスタートなんです、ね、はいはい、でここに来て隊長にもその来た時に話したのが、はい、ここに導かれてきましたと、はい、なぜならユーミンの歌で、はい、優しさに包まれたならっていう歌があって、はい、その歌でサビのところで、はい、目に見える全てのものがメッセージって言ってるんですよ、はいはい、で僕は聞きました、はい、そのメッセージに導かれてきたんですよみたいな話をしたんです、はい、で今に至ってます、はい、YouTube をやり始めました、はいはい、でうまくいかないなと思いながら、はい、YouTube 全然うまくいかないと思って、はい、里舞さんの、はい、動画を見始めたんですね、はい、そうしたところ、里舞さんが影響を受けたのが、はい、ブランドアーキタイプ戦略っていう本が、はい、里舞さんがこのチャンネルを立ち上げるのにとても役に立ったんです、はいはい、っていう話をされてたんですね、はい、じゃあそれ読んでみようと思って、はい、里舞さんが紹介されていたブランドアーキタイプ戦略を読みました、はい、でちょっと分からなかったのでアーキタイプの本を読みました、はい、そうしたところそのアーキタイプの本の中に書いてあったのが冒険者っていうアーキタイプがある中で、はい、日常を過ごしていて、はい、もやもやした時はメッセージですみたいなことが書いてあったんですね、はいはいはい、ありました、はい、それかと思ったんですよ、はい、要はあの僕はその目に見える全てのものがメッセージっていうのは、はい、何か明確な答えがこれですよって思い浮かんだ時がメッセージだと思ってたんですね、はい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 、だから、はい、そこからそのアーキタイプを学ぶまで、はい、メッセージは一個も入ってなかったんですよ、はい、目に見ながらも、はい、メッセージ降りてこないじゃん、はい、勝ち側に来たのはあなたはその場所じゃないよって言われたから、はいはい、その場所じゃないんですねって、はい、今の会社にはないんですねっていうので、はい、探し始めて勝ち側を見つけましたと、はい、でもアーキタイプを読んだ時にあ、もやもや脳みそがもやもやした時は、はい、メッセージなんじゃ、はい、って思い、はい、何を血迷ったか婚活の、はい、婚活の現場でアルバイトをするみたいなところに走って、はい、アルバイトじゃダメじゃん、はい、っていうのを気づくんですけど、まあ、そこで何か、まあ、まとめるみたいな、はい、いろんな人が来る中で大声を出して、うんうんうん、あっちですよこっちですよとか、はい、それやってくださいとかっていうのをやってる時に、はい、意外にこれが気持ちよかったんですね、はいはい、ただのバイトだが、うん、男の年下の子に、はい、かっこいいですねって言われたり、はい、仕切ってるのがなんか、まあ、はい、なんとなく、はいはい、雰囲気なのか、はい、女の子に、はい、50歳って言った時に、はい、50歳には見えませんよって、はい、まあ、絶対そのお世辞に決まってるんですけど、はい、でなんかそういうのはい、あ、俺昔からそういうの好きだったなって感じたんですよ、はい、っていう、はい、
この一連の流れが書いてありました。はい、はい、とてもびっくりです。はい、間違ってなかった。間違ってなかった、今までの僕は。間違ってなかったんですか。あ、で、はい、ね、この本に書いてある大事なことは、はい、楽なんてないんですよ。はい、逃げるなじゃないですか。そう、はい、で、あとはアーキタイプを勉強する中で、はい、ユングに出会い、はい、ユングが言うのは、はい、幸せになるっていうのは、はい、富とか名声ではなく、はい、知だっていうんですね。はい、知識の知、はい、で、その知識の知、はい、知っていうのは経験だって言うんですよ。はい、言葉にできない経験をすることが知だって言うんですね。はい、もちろん後で言葉にすることはできますけど、はい、その出会ったものってその時の気持ちって言い表せない瞬間はね、はいはい、っていうのがちょうどこの里前さんの本にもね、はい、自分でコントロールできるのは認知と行動のみだ、はい、で感じるっていうのは行動して生まれるものだから、はい、そのどう感じることができるかっていうのは、はい、自分ではコントロールはできないよ、はい、確かに、はい、なのでもう経験しかないんですよ、はい、でこの本に書いてあるのはその大事なのは自己の一致なんだっていうのが書いてあるんですけど、はい、その自己の一致っていうのはなりたい自分になるんじゃなくて、はい、西洋も東洋も入ってるので、はい、実存主義もさまざまな哲学が親鸞とかも出てくるんですけど、はい、要はまあ親鸞が言うのは、まあはい、まあ西に行けじゃないゴーウェストじゃないですか、はい、なのでその私たちがやるべきなのも、はい、なんとなくゴーウェストだと、はい、西に向かえと、はい、目的に向かえですよね。目的に向かえと、はい、でその時にできるのは認知と行動だけがコントロールできる、はい、感じるとか、はい、その後の結果っていうのは、はい、もうコントロールできないよと、はい、でもそれが認知行動療法っていうのがこんな法則、はい、こんな法則、10万時間の法則はエビデンスがないとか、はいはいはい、そういうのが書かれながら紹介されていて、はい、僕はなんかね里前さんにね、はい、いいんだよって言われた感じだったんですとてもスピリチュアルで読んだ、はい、めっちゃスピリチュアルやんって、はい、っていうので、はい、もうちょっと泣きそうだったんですね、はいはい、読みながら、はい、なんかその俺50になってさ、はい、なんでバイトするっていう思いをしてたんですけど、はいはい、なんかそのバイトの中にもなんか感じるものはあったんですよ、はい、あ、これこういうのは好きとか、はいはい、こういうのは嫌いとか、はい、で、あ、なんかそれが肯定された気と、はい、なんか迷った時はこういうふうにすればいいのね、はい、みたいなことが書いてあるので、はい、とてもいい本でした、はい、ごめんなさいね、なんか多分カラオケでこんなに前のやつが熱弁すると、はい、後で歌いにくいじゃんだと思うんですけど、はいはいはい、僕はそれぐらい感動したんです、はい、体調どうでした。僕は、まあ、人生、まあ、幸福を求めるじゃないですか、はいはい、幸せにはなりたいです。幸せになりたいじゃないですか、はい、でも幸せというのは目指してなれるものではないと、はい、そうですね、幸せはするではないと、はい、するではない、この生活の質を高めることによって副産物として幸せが手に入る、はい、っていう話ですよね、これで、うん、はい、そういう話です。で、生活の質を高めるためには何が必要かみたいなのがこういろいろ書いてあるみたいな。大将そんな風に読んでたんですか。そんな風ですよ。で、で、一つはもう価値観、価値観が重要だと。価値観が重要です、はい、で、まあ、それは人生の目的で、はい、価値観が重要で、はい、自分の価値観に沿ったものを沿って行動しろみたいな。そうだから僕は人前に立つとかね、はい、あ、俺こういうの好きだねっていうのが本当、はい、そのでも好きでもないって話もありましたけどね。あ、好きでも、あの、ね、はい、好きっていう感情は、はい、みたいな章もありましたね、はいはい、で、好きっていうのは、はい、もしかすると逃避かもしれない。あ、まあまあ、はい、まあね、はいはい、人生の達成したい価値観みたいなのがあるんだけど、そこに対して人はいろんな不安とか恐怖とか抱えてるよねみたいな、はい、で、それをから逃げるためになんか快楽を求めたりするみたいなのもあって、本当にそれはあなたの求めてるところですかみたいなところが必要っていう。そうですね、はい、だから痛いところを突かれた感じはありますよ、僕は。僕はどちらかっていうと人生を悪化させる体験回避だと、はいはい、私たちは人生の3つの断り、はい、死、孤独、責任から逃げることに時間を使っていると、はい、それが浪費の正体やと、はい、で、死っていうのは多分時間だと思うんですよね、はい、
はい、で里舞さんがここで引用しているのが、はい、炭治郎なんですよ、はいはい、炭治郎というか、はい、炭治郎のあの水の誰でしたっけ、誰でしたっけあいつ水の水の水の人、水の人が、はいはい、あの初めに鬼に襲われるときに言うんですよね、はいはい、鬼に襲われるっていうかあれですね、襲われた後ですよね、襲われた後に禰豆子が鬼になったときに言うのが命を他人に委ねるなみたいな、いや中渕剛的に言うと、はい、自分で勝ちを追うトレイですよね、はいはい、そうそう、よーそろお進路は東へって歌があるんですけど、そうキャプテンオブザシップ、他人に舵を取らせてはならない、はい、あっていうようなことを、まあはい、その水のやつも言うんですよ、はいはい、っていうので僕も多分人前に出るの気持ちいいね、はい、で隊長が今おっしゃいました、はい、好きは逃避ですよ、はい、でそこが逃避かどうかって話、なので僕は思ったのは、はい、あこれは僕はやっぱりなんかね、自分で集めるっていうのを逃げてるんですよ、はいはい、あの、はいはいはい、自分のなんていうんだろう、スキルとかを価値化して、はい、それで人を呼ぶっていうのを、はい、ここに来始めて、はい、まあ、何年も経つんですけど、はい、ずっと逃げてるんですね、はい、で YouTube とかで無料ですよとかってやって、はい、イエーイとかやってるんですけど、はい、そういうそれですよね、そこだけは逃げてるんです、はいはい、やらねばと思って、はい、コックチーズっていうところに、はい、ちょっと読書会からでも、はい、数百円から始めようっていう、はい、ところに今立ってます、まあ、なんかいろいろこう逃げてるじゃないですか、やらなきゃいけないこと、逃げてますよ、これを達成するためには絶対やらなきゃいけないことって多分いくつもあって、でもめんどくさいとか時間がないとか、はい、なんかいろいろ逃げてる、多分僕あの個人事業主として、はい、友人やっていう、はい、のを持ってるんですけど、はい、多分そういう人多いと思うんですね、はい、個人事業主まではやってみた、はいはいはい、けどやっぱ怖いのって価格付けなんですよ、はい、お客人から金をもらうっていうのって、はい、これ怖いですよね、まあ、そこで評価ですからね、評価が怖いのかな、まあ、何が怖いかに目を向けましょうみたいな話ですよね、はい、まず認知しろって話ですからね、はいはい、その何が怖いんだってところだと思うんですよ、賭けって言われます、はいはい、で認知して、で認知したらその原因が分かるわけじゃないですか、はい、その評価されるのが怖い、うん、みたいなのとか、はい、そうなんです、はい、クレームが怖いとか、ね、クレームが怖いとか、はい、でなった時にこの、まあ、評価が下がって何がいけないのかみたいな話ですよね、はい、みたいなので、なんかまあなのでその炭治郎ともつながるし、はい、私はユングともつながったし、はい、ユーミンともつながったし、はいはい、でこの題名ね、はい、あっという間に人は死ぬからと、はい、これメメントモリですよね、はい、死を忘れるなんですよね、はい、まあ、ここで出てくるのは3つの句でしたよね、断り、はいはい、責任、死、死、孤独、はい、から人々は逃げてるみたいな、はい、メメントモリを、はい、あっという間に人は死ぬからと書いたかと思って、はい、これはもう猪瀬益次と一緒ですよね、一緒で言うと猪瀬益次はなんか中国の詩を、はい、さよならだけが人生だ、はいはい、中国の漢詩を添えて訳したのが猪瀬益次なんですけど、はい、ああこれあっという間に人は死ぬから、はい、メメントモリを、はい、添えて訳したかと思って、まあ、僕は時間って捉えましたけどね、死っていうのは時間、あのジョブズが明日死ぬと思ってみたいな、はいはいはい、っていうのは、ね、はい、なんか僕もねなんかごめんなさいね、本当スピリチュアルの方に持ってきて申し訳ないんですけど、はい、僕がその見えるっていう人にね、はい、言われたのが、はい、あなたこのままだと、はい、ベールをかけられる時に、ね、はい、俺何もしてこなかったって、はい、後悔するよって、はい、ドーンってもぐろ福蔵みたいに言われて、はい、でもそれって多分人間みんなが持ってるので、うん、そうやって言えば響くんだと思うんですよね、なるほど、はい、バーナム効果ですね、はい、バーナムに焼かれたと思うんですけど、はいはい、じゃあ今これを聞いてる19人がね、20人がね、はい、焼かれてないかって話ですよ、まあ、だからみんな焼かれるんです、みんな焼かれるっていうかみんな共通なんですよなるほど、はい、やってないよっていうこと、ほぼみんなじゃないですか、はい、何かしら心当たりはあると思うんですよ、そうですね、僕も、はい、よかったんですねって思いながら、はい、やっぱりあやってねえなはあるんです、はい、そう逃げてるよっていうのは、逃げてるっていうのが僕はこう、あ逃げてるなっていうのを実感した、逃げちゃダメだ逃げちゃダメだですよねいろんなアニメが出てきましたね、はい、シンジが出てきましたか、はい、でこう、まあ、楽しいこととかに逃げてるなみたいなのはやっぱりあるじゃないですか、日々、はい、なんかのアニメ見たりとか本読んでみたりとか、あ僕も今、はい、なんでか知らないけど今黒澤明の映画を、はい、追ってますね今、はい、これは逃げですかね、逃げの可能性もあるじゃないですか、
それがまあ本当にやりたい価値観であればまあいいと思うんですけど、本当にやりたい価値観みたいなところがあるにもかかわらず、そっちをやってるとするとそれは逃げてるってことになるみたいな。ただ名作は見ておかないとなとは思ってます、はいはい、というところで、もし皆さんも、はい、なんか今モヤモヤってしてるものがあるんだとしたら、はいはい、それはユーミンが言うところのメッセージですよ、はい、神様がくれた、はい、ごめんなさいね、こんなスピリチュアルっぽい話し方で、はい、教えてくれてるんですよ、はい、ちゃうよちゃうよって、はい、まあ、これ認知行動療法を元に書かれてる本なので、はい、で認知行動療法っていうのは非常に高いエビデンスが、質も量も高いみたいなのもことも書かれてるので、そっち側もフォローしていただいてありがたいです、はい、なので僕はスピリチュアルと思って読んでるんですけど、はい、全然、はい、まあ、我々が言うところのタイプ論で、はい、思考型の人が読んでも全然、はい、基本的には里前さんってそういう人なので、統計学の人なので、統計学の人で、はい、論理的に、はい、理論的に話す方なので、はいはい、でこのワークもいろいろあるので、はい、とても参考になるかと。私みたいな、はい、スピリチュアル側の人が、はい、統計学っていう感じでもない、はい、はい、まあ、多分いろんなエビデンスが書かれてるみたいな話です、はい、で要所要所で哲学、はい、この人がねこんなこと言ってるよね、はい、みたいなのが出てくるので、はい、とても有用だ、はい、と思いました、はいはい、この時間術とかも出てきたじゃないですか。そうですね、自己啓発系の時間術とライフハック系の時間術と、はいはい、でもそれらは幸せにならないよっていう、まあ、はい、書いてあるのはそうですね、はい、ただまあ西に向かうみたいなとこですよね、まあ、価値観を見つけて、うん、やりたいことを見つけてみたいな、うん、自分の価値観に沿って、まあ、そちらが西みたいなっていうのが発見できる、はい、ものなのかなとは思ってます、まあ、発見できるワークもあるみたいな、はい、はい、